コミジャコミジャコミジャは、クロアチア西岸のアドリア海に浮かぶ、ビストにある、小都市及び、基礎自治体で、人口は1677人である。コミジャは、中央ダルマジアの沿岸から最も遠く離れた島で、あるビストに位置し、クロアチア本土からは、約50キロメートル離れている。標高587メートルの踏む丘陵のふもとに位置する。コミジャには、軍道と、 国道 D117 号線の2つの道路が通り、ビスなどと結ばれている。スプリトとはフェリーが唯一の交通手段となっている。コミジャは1月の平均気温が摂八8.9度と比較的温暖で、夏は暑く、陸側へ風が吹きクロアチア中では最も穏やかな気候である。地中海性の植生で、ヤシやキャロブ、オリーブ、ブドウなどが栽培されている。 年平均降水量は750ミリメートルで、飲料水は自然の源泉から得ている。また、ビストは12種の植物の原生地でもある。コミジャが最初に言及されたのは12世紀のことで、城塞が港に築かれたのは1585年のことである。13世紀、ベネディクト海修道士によって、マスターと呼ばれる聖ニコラス修道院が設立された。 修道院の中心となるロマネスク建築の教会と半円形のアプスは13世紀以来のものである。14世紀から17世紀にかけての期間、大きな5つの神道の教会が建てられている。中央の神道は16世紀に遡り、大きなバロックの教会は1652年からのものである。2つの高い正方形の塔は元来の修道院の城壁のロマネスク建築を 保っている教会上の塔は1770年に首労へ変わった。聖母グサリツァ会は同じ大きさの3つの信牢が一つずつである教会で構成されている。それぞれ内部のアーチで繋がっている。最も古いものは真ん中の教会で16世紀以来のものである。両サイドの教会はそれぞれ17世紀と18世紀以来のものとなっている。 この教会で特徴的なものは1670年からのバロックの祭壇とオルガンで著名な17世紀からの銀の聖女、ロザリーのレリーフである。上彩教会である聖ロコ教会は1763年に建てられ、新教会は1756年に遡る。アール・ヌーボーの建物は20世紀に建築家へ、ベズイックの働きによって建てられるようになった。 コミジャの経済は農業、ワイン醸造、漁業や魚介の加工、養殖、近年では観光業が基盤となっている。湾が深く入り込む東岸では多くの小石が多いビーチが広がる。観光客には多くの質の良い宿泊施設や海産物が提供され、多くの修道院や城塞など文化的な見どころも多い。スポーツなどのレクレーション施設も充実している。 また、コミジャはワインの産地としても有名である。コミジャはビセボ島に近い場所として知られ、毎年1万人の観光客がアドリア海では珍しい青い洞窟を訪れる。また、13世紀来である聖ニコラスの女子修道院や16世紀来の港にあるベネチア様式の城塞、バロック様式の教会も主な見どころとなっている。 コミジャは、ヨゼボルチ国際バレエ学校の本拠地で夏には、生徒によるバレエ、ポップ、モダンジャズダンスなどが街で披露される。他に毎年、コミジャでは、漁業の文化を祝す行事である、漁夫の夜リバルス化の地が行われ、花火大会や多くの伝統的な食事や土産品が店で提供されるほか、子供のカヤックレースなども行われる。ありがとうございます。